お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのすごそうなデッキ使っていきたいなと思います。まあ見るからに弱そうなデッキだと思うじゃないですか。とかまあ弱いと思うんですけど、僕もまあなんかこのデッキでグラチャレかな12勝してる人がいて、まあちょっとなんか面白そうだなっていう興味本位で今日はねこれ紹介しとるというか、まあやっていこうかなと思います。なんかまあたまにねいるんですよ、こういや何そのやばいデッキみたいなので、こうまあマルチ上位まあ一桁とか行く人もいれば、まあグラチャレこうすごい勝ってる人もいたりだとか、まあというわけでまあ使ってみないとそのデッキはどうなのかってわかんないですから、今日はちょっとこれをねやっていこうかなと思います。簡単に言うとまあザップ枯渇とかですかね、こうスケルトン部隊、ファイアースピリット、ヤリゴブリン、ゴブリンバレル、まあ、インフェルノタワーと、いう感じで、すべてにザップを打ちたいと思うんですよ。まあ、誰もがね。まあ、ザップ5つぐらい持ってる人だったら、このデッキ全然怖くないかもしれないんですけど、まあ、多分あんまいないと思うので、さすがにね。まあ、そういうところで、こう、どうにかね、こう、ザップ使ったら、どれかが生きてくるみたいな感じでね、さあ、戦っていきたい。いやー、インフェルノタワーはなかなか苦しいですよ。なかなか苦しいですが、非常にいい防衛を見せていきますね。俺なんですけどね。そうそうそう。全然頭回ってない。相手のスペルをまず覚えないといけないですね。で、ゴブリンバレルしか言っちゃえばこう、攻めがないので、こう、アイスピだったり、まあ、ファイスピの削りもすごい大事になっていきますよね、と言った感じですね。で、今回、クエイクかー、クエイクしんどいんだよ。クエイクと。ちょっと待って、ちょっと待って。バカじゃん、これ。だって、インフェルタワーがしかないと守れないのに、インフェにクエイク打たれて、いやでも、スケルトン部隊、まあ、もう、ちょっとクエイクでたまたま持っていかれるんですけど、ちょっと高めに置いちゃおう。うい、気持ちクエイク避けですね。で、ウッドが回ってない。ウッドが回ってない。これめっちゃ大事。この、回転がちょっと早いので、回転を意識したゴブリンバレルでダメージを稼いでいくと、まあ、全然勝てる可能性が見えてきますよね。さあ、ウッドで削る。で、おい、スケルトン豚読みクエイク、オシャンティーで、これにウッドを使わせることによって、次の僕のゴブリンバレルが刺さるよと。いや、いいや、お、その人入ってる。お、ファイスピの、あの、範囲がこの前の修正ですかね。広くなったんですよ。なので、今めっちゃ入りましたね。いや、でけえ。で、謎にポイズンがあるんですけど、このデッキ。ポイズンいるかーって感じなんですけど、まあ、ポイズンがいて、このデッキは成り立つと。そう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 。で、ファイスピー、ウッドで防衛したら多分いい感じに耐えれる。いや、強い。待って、このデッキ強くね？ザップ、あえて足りないっすもんね。てか、まあ、クエイクウッドでも鬼きついんですけどね。ぶっちゃけ。さあ、で、回転で、すべては回転ですね。このミニペは入らないでしょ、多分。で、ワンチャン、あ、これ、クエイク打たれても、スケルトン部隊飛ぶのが痛いですよね、これ。そう。インフェにクエイク打とうと思ったら、あ、スケルトン部隊出てきたラッキーっていうオチが、なんか一番地獄ですよね。で、これはまあ、この辺にやりこぶりに出しとけば、OK？ で、これまあ、相手は防衛しないといけないですから。よいしょ。さあさあさあ、まあ、クエイクとウッドがね、当たらないように、スケルトン部隊だったり、まあ、エルゴブリンを出していけば、まあ、勝てるという感じで、いい感じに勝負ができましたね。まあ、今回相手がザップ5つ持ちじゃなかったので、まあ、勝てた説はまあありますけど、まあまあまあ、いい感じですね。いい感じ。ウッド、ザップとか、そういう系がきついかな。そういう系がきつい気がするんですけど、まあ、意外と、なんか本当に、やっぱ絶対回転が間に合わないんでね。さあ、あー、やべえ、引いたな、ラバか。なんかスケルトン部隊とかも攻めで使っちゃうんですよ。こいつ意外と守り用のカードって思われがちなんですけど、普通に攻めでもね、こうやっぱ無視できないカード、絶対ザップとかやっぱそう、咲かせられるので、まあそういったところで、ね、非常に強いですよね。さあ、これアイスペイ止めてあげて、棒ポイ貼ってあげて、ヤリゴブリン出してあげて、よいしょ、あ、やりこぶ、あ、ファイスピで。うし、うし、いい、耐えた。いや、ボーポイがなんか際立ったな。ボーポイいらなかった説ありますね。あのボーポイ節約して、ファイスピを、とかまあいい感じなんかできそうでしたね。さあ、まあ今回相手は、
ラバルか。まあ、ラバル、相性良さそうっすね、これ。本当にって感じですけど、でも相性いいんで、勝ちたいと思います。イン5を使った。もうね、攻めスキルトン部隊いいっすよね、これ。一生これするだけっすよ、僕。一生これして、多分墓石使って、OKOKOK。で、これを槍ゴムで早めに溶かしつつ、もうこのね、ちまちまでね、そう、ザップってザップ。ザップ自体だろ。うぃー、さあ、バーバリアン。相手この槍ゴムアイスピの圧力にビビって今バーバリアン出しましたからね。よいしょ。さあさあ、この低コストたちの逆襲ですよね。で、今ザップ使いましたね。皆さん覚えました？ザップ使ったらもうこのスケルトン部隊が来るぞ、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 アイスピ、アイスピスケルトン部隊。新しい。お、待って、めっちゃいるこれ。お前そっち飛ぶんじゃねえよ。え、やばくね？結構あるよ、君それ。いいね。いいね。さあ、で、ゴブリンバレル。で、なんならスケルトン部隊。え、このスケルトン部隊と、プラス1匹ヤリゴブ。生きた。相手捨てた。あ、捨ててないんかい。これ、ワンチャン始めに見せたらな。で、多分3が5で系が来るんですよ、僕の予想。あ、お前か。お前はお前でいいよ。OK。ファイスピが飛んで。で、次の、あれには、あれが回るんですよね、多分僕。インフェがもう一周回るんですよ、そう。これ。あ、でもインフェもう一周回ったところでだな。ちょっとやべえかも。ちょっとやべえ。ちょっとだけね。まあ、ボープ貼って、いや、ファイスピ2。アイスピでここで止めたいですね。ここで、あー、届く前に止めれると、オシャオブオシャだったんですけど、さあ、ポユッと、綺麗に。あれ？待って、みんな、このデッキめっちゃ強い。ちょっと待って。3が5で、これ見て、ファイスピで、範囲広くなったファイスピー。相手もだってファイスピーを水アップ。え？ちょっと待って。頭おかしくなりそう、これ。いやー、スケルトン部隊がこんなにね、攻めでこう圧力かけてくれるプレッシャーになるとはまあ思わないんですよね。さあ、いい感じにね、勝利しましたというわけで、あれ？今1戦目ですっけ？今やり始めたばっかだっけ？あんま覚えてないな。よろしく！さあ、という感じでね。おい、初手プリンちゃん。初手から王女様をね、使っていくのはね、失礼ですよ、王女に。さあ、今回相手はコカッちゃんですね。え、待って、これ。この出来さては、コカツにめっちゃ強い説ないですか？だって、ポイウッド。あ、ウッドサイト。うい、来た。で、なんならポイズン削り。いや、これ、デッキ回転が早いので、まあ、相手もコカツデッキだったら言っちゃ早いんですけど、回転意識して攻めて2周目バレルを刺したいですね。これナイトかな、さすがに。あー、いたな、そんなカード。忘れてた。んーで、端前プリンやだ。うわ、すげえ後ろ。すげえ後ろ。うわー、なんかすげえ、おしゃんな攻めしてくる。いいよ。で、ウッド持ってるな。いや、これ意外と勝てねえかな。いや、なー、ギャングのターンですね。ギャングのターンだな。ポイズン打ちたいけど、一回ファイスピーで、後ろにゴブリンバルギャング、嘘、ゴブギャン来るんで、前からの、いい、やで、いや、もうちょっと怪しいな。いやー、ちょっと、キワいですね。こう内側のタゲを取るアイスピー。いや、これ、ロケ削り？ロケ削りと、あと、プリンちゃんを読まないといけないので、うわ、ポイズン打ちよかった。うわ、渋ったな。いや、これ、勝ちたいですね。槍ゴブリン1体で、プリンちゃんを処理したい気もするんですけど、ワンチャンウッド回ってなかったら嬉しいなと思うんですけど、どうでしょうか？回ってますね。ごめんなさい。で、プリンはない。てか、ナイトの受けがね、意外ときついんですよね。ナイトの受けがきついなんてことあるんですか？あんまないですよね。ウッド、ポイズンして、あは、お前逃げるんか？やべえ。これちょっとやばいですね。普通にアドがやばいのと、まあさすがにこれなんも。オッケーオッケー、もう攻めて攻めて攻めて。打ったあればいいんで、相手は、あ、待て、やりゴブいて。いやー、勝ってる。なんか知らんけど勝ってる。もうゴブリンバレル投げまくる少ないですね。お、相手、いい。で、プリン使ったので、端前プリンを警戒しなくていいんですよね。まあ、それが救い？これ、アイスピレー竹取ってて、うわー、ちょっと、延命してくるのはちょっと嫌っすね。僕としては。まあ、ウッド使った。で、プリンが多分来るんですね。もうプリン読めポイズンしちゃいますね、僕ぐらいになると。あー、当たんねー。当たんねーけど、マジで削っていかないといけないんですよ、マジで。
これはね、別にミスでも何でもないですからね。オッケー、いや、いい手前。で、もう一回多分ギャング来るんですよ、ギャング。味しめちゃってますよね、相手も。そうそうそう、ファイスピー。で、ゴブリンバレルが飛んでくる、ウッドレタイル。あの橋前王子さんはね、どうにかしないといけないんですよね。うわ、あの王女が。うわ、やべ、これやべ。いてぇ、マジでいて。マジでいて、マジでいて。いて、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 いて。延命やめろ。オッケー、いや、来た。あー、しんどいわ。あのプリンちゃん、マジでしんどいですね。で、これにはさすがに一回、あれですね。ウッド、オッケー。焼き尽くす。うわ、気づいた、相手。もうロケ削りの時間だっていう。大正解ですね、マジ。ロケ削りされると追いつけないというか普通に負ける気がする。いや、俺もポイズン削り。いや、打ったるか、さすがに。いや、ロケ対ポイズン。やべえ、ロケ3回の方がさすがに早いやな。これ、どうやったら速さで勝てんだろう。わかった、セムウッドして回す。来た、これ多分回ってない。いや、回ってんのかよ、お前。いや、入ってる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 。いい、いい。え、悪くね？悪くね？これ。何をしたら負ける？逆に俺。はしめプリンか。来た、来た、来た、来た。はしめプリン警戒。ここだ。来た、来た、来たー！おい、グッドゲーム。いやー、これ、枯渇にお似合いしていいと思ったけど、全然良くないですね。よく考えたら、だって俺の攻撃通んなくて、相手はロケ削りできて、まあ、ポイ削りだとかじゃなくて、端前プリンがしんどくて、うん、よく勝ちましたね、これは。いやー、素晴らしい。しかもラバにもさっき勝って、いやー、何に負けるんだろうな、これ。だって、インフェなので大型に勝てるでしょう。まあ、クエイクホグとか、なんかまあ、スペル多いデッキやっぱきついですね、単純に。まあ、普通のこと言ってるんですけど。まあ、ウッド雪デッキだったり、クエイクって雪だったり、さあ、開幕バレルがね、刺さっていきます。さあ、いい感じね。タルババでしたね、タルババ。スケルトン部隊。いや、これ 100% ぐらいでディガー拾えますよね、これ。まあ、98% ぐらいかな。で、あれには、ポイズン打って、いや、美味しい。この、ポイズンで削れるのがマジででかいですね。で、アイスピバレルが、いや、やりこびに飛んじゃうっすね、あれは。まあ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 、一旦ね。で、スケドラー。で、スケドラーって、ファイスピでね、ボコボコにできるんですよ。まあでも、逆にボコボコにされやすいんで、これ、一回、竹取らせます。竹取らせてから、確実にね、処理します。で、ウッドでリセット、ウッドで、縦剥がしつつ、いや、これはさすがに入らないでしょ。え、とか、ダメージ入りすぎ。スケドラか。ダックプリースケドラー、ゴボウゴヤなんで、まあ、ポイズ、ゴレか、まあ、スケラー打ったらもう、これ、悩ますけどね、ボーポイできるかでも。ゴレっぽいっすね、ゴレだったら勝ちたいな。ちょっとスケドラが厄介ぐらいかな。さあ、ディガー防衛。いや、全然違えな、俺の言ってるデッキと。何一つ噛み合わないっすね。さあ、削っていく。いやいやいや、ちょっと待って待って待って。端前スケドラはちょっと話違くない？ちょっと話違くない？いや、これ、殴られるんだよな、エルゴブリン。うえ！やばい、ちょっと下手かも。てか、アドがやばいっすね、アドが。これはちょっと、待ちます。なんか、攻めないといけないなって、すごい思っちゃって攻めてるんですけど、今、オニアドがやばいっす。だって、10コス出る気出してるんでしょ。7アド取られてますから、今。これは、まあ、頑張って耐える。うい。まあ、これ、スケブして、よいしょ。ああ、オッケーオッケーオッケー。いや、これでも守れるっすね、余裕で。いや、いいポイズンですね。ポイズンが強い。で、オッケーオッケー耐えて。で、僕はちょっと逆サイに転換したいですね。なぜなら、相手のスケドラとか、なんかこう、後ろから出すダックプリがやっぱ嫌なので、オッケーオッケー。これで、こう、左サイドにね、ユニット流さしといて、まあ、その辺は軽く処理したい。で、めっちゃ低めにスケドラ出しつつ、オッケーオッケー。で、タルババを持ってたんですね、相手。なので、一回ここで、ちょっと奥目にタルババします。すると、普通に、ハズさんの回、めっちゃいい視力してんな、お前。これやばい、ファイスピール。うわ、
うまい。うまいんだよな。あ、でもこれ、タルバン回ってないですね。いや、回転やっぱ大事っすね。エレキ、いやー、いい試合になりそうだ、今回も。今回もいい試合になりそうだな。これ、ウッド削りっすね。ウッドで削って、でこのハイスピですら相手は多分嫌だと思う。で、ディガー受けにもなるし、もうインフェを置いちゃってね。大スピー。で、ヤリゴブリン優秀。さあ。いや、これポイズン来んのか？ポイズンやめてくれ。オッケーオッケーオッケー、でけえ。いや、でけえでけえでけえ。耐えた。ウッド削り。で、一回もファイスピー、タルババむずいぞ、これ。横に出したいぞ。いや、間に合わない。来た来た来た。ポイズン削り。やべやべ。使いミスった。で、次相手はディガー来たらポイズンも来ると思うんですよ、僕。なので、あ、待って、やべ、そっちの方入るかな。やべ、そっちの方入ったか。相手も多分気づいてますね。いや、どっち来る？さすがにこっちか。なので、これも、ディガー、受けインフェ、ファイスピードカス。いやー、マジでやべ。あ、やべ、ヤリゴブリン下手。ちょっと待って。これもポイウッド削りっすね、マジ。オッケーオッケー。いや、いいの、めっちゃいいの、めっちゃいいの。で、ディガー受け。よしよしよし。もう受けがきつい、受けが。やべやべ。おい、いいんだけど。で、これ、内側だな、相手の。相手のっていうか、位置を変えなきゃ。うわー、待ってくれ、待ってくれ。いや、ワンチャン、いや、ワンチャン。うわー、これ、いや、絶対勝てた。いかー、くそ、これ。これ、勝てたなって、君、何のデッキ？ペッカディガっぽいかな。いやー、ただのペッカディガっぽいだけど、なんかね、いやー、勝てたな。なんか、ダックプレレキ一回入っちゃったな。許容できると思ったんすけど、思ったより痛かったっすね。いやー、苦しい、これ。まぁ、ちょっと次勝てばチャラみたいなところありますね。まあまあまあ、今のは勝ち切りたいな。今のは勝ち切りたいですね。ディガーのダメを、アイスピか。アイスピもうちょっとうまいこと使えて、ディガーを毎回ダメージ防げれてた。多分勝ててたっぽいっすね。やっちゃった。今のは勝ちたいっすね。さすがに。あ、結構悩みますね。しかもマッチングが、あ、電波なんでー、この動画撮ってる時に電波っていうのもなかなか、ちょっと待って、これ。一回、あ、乗る。乗ってないのかな、これ。やばい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 。なんでー、ずっと家にいるのに。ああ、マッチングした。オッケー。よーし、もう、開幕バレル。KK バレルですね。これ絶対入るよ、これ、大ダメージ。はい、来た。もう勝った。お願い、試合はして。試合はして。いや、違う。なんでお前が電波やねん。俺やんけ、今。俺が出てたやんけ。なんで君やねん。いやー、もうなんか、これで勝ったら、勝った気しなくないっすか、ちょっと。なんで、どうやってんねん。メンタル化け物かよ、マジで。なんだなんだ、ダックプリファイブを。まあ、さすがに、初手でこんだけ入ったら、負けないと思うんですけどね。もうだってこれ、ファイブダックプリザップとかじゃない？戦おうぜ。はい。スリーマスケッティーや？さては君、スリーマスケッティーや？これ、インフェ置いてよさそうですね。大型？いや、マジで、試合焼き上げるのだけはやめて。こちとら、今 YouTube 撮ってんねん。こちとら。あ、やばい。待って。負の。いや、まあ、出すんかい。ユニット出すんかい。でも、出んのか、思った、今。いや、まあ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 、いいでしょう。いいでしょう。まあ、戦ってくれることだけね。いや、なんならもう諦めてくれてもよかったかな。だって、多分、スケブで守れるし、これ多分30時余裕で守れるっすね。よいしょ。まあ、スケベ出さんなんですけどね、今回は。ウッドして、おい、ダックプリか。ダックプリの盾剥がしたいな。で、ファイボーロイホグ30時だと思いますね。そうそうそう。そうで、ヤリゴブリ置きつつ、ダックプリがダメなんですよ。これダックプリの突進要素をしっかり抑えてあげることが、こう、まあ、なんか、大事になってくるかなと。で、これなんで囲んであげる。ファイスピで囲む。いやー、いいファイスピだ。で、多分、タルババがあると思うんですよ。ああ、そうですね。タルババファイバで、
まあ、初手にタルババがなかったか、まあ、電波によってやられたかで、まあ、大ダメージ取ったみたいなもんですね。これもポルットで早めにね、この2体処理してあげて、次も左サイドに来るだけなので、まあ、ローフングにファイスピぶつけてあげて、あと、タルババなんで、多分、あれタルババでしたっけ、低めの、なんか低めの、スケルトン部隊を突破できないんですよ。これ、この低めスケルトン部隊が最強なんですよね。でも、ダックフリで、待って、こんな、こっから負けるっていうね、そういうなんか面白いことだけやめてほしいな。面白いことだけやめてほしいな。さすがに。低めスケルトン部隊ですね。まあ、ファイボが来たら話が変わるんですけど。オーケー。さあ、残り10秒やでい。10秒やでい、でい。さあ、これもあの、低めにね、このハイスピ出すっていう、この地獄をね、見せます。で、ウッドで、コロンコロンコロン。やぐってゲーム。いやー、電波 OP という感じですね。結論、ただ電波が強かっただけですね、マジで。まあそんなわけでね、最初のこと言ったのか。まあ、今日はちょっとこんな感じでね。まあ終わろうかな、このデッキ。いや、マジで、まあ、ちょっと楽しい。ちょっと楽しいのと、まあやっぱ大変なので、ド M の人ぐらいにしか向いてないんですね。なので僕にはまあ向いてないんですけど、いや、俺ちょっと、こんなデッキ、ちょっと自分を追い込みたいなって方はぜひ使ってみてください。はい、というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね。コメントと、ぜひぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。